「エピソード人への手紙」「二章一節から五節まで」を代わりにお読みいたします新海役です。 あなた方は自分の在家と罪との中に死んでいたものであってその頃はそれらの罪の中にあってこの世の流れに従い空中の権威を持つ支配者として今も風中順の子らの中に働いている霊に従って歩んでいました。 私たちも皆かつては風中順のラの中にあって自分の肉の欲の中に行き肉と心の望むままを行い他の人たちと同じように生まれながら身怒りを受けるべきラでしたしかし憐れみ豊かな神は私たちを愛してくださったその大きな愛の故に 在家の中に死んでいたこの私たちをキリストと共に生かしあなた方が救われたのはただ恵みによるのです。アーメンエペソ人間の手紙2章1節から古節の御言葉を中心に「世に惑わされない信仰」というタイトルで今日大きな恵みが皆さんに望まれることを願います今日の聖書箇所は 私たち人間は人間の先祖アダムの時から罪家と罪との中に罪と咎によってすでに死んでいたものであってと記されています。なぜ死んでいたものなんでしょうか。神様が最小の人間アダムを作られその油骨から女を作り上げました。 その名をエヴァと名付けました。また、主なる神は人は神が結び合わせたものを引き離してはなりませんと言われました。神様は人間が生まれる前に人間にとって必要なものいい食事という住むところ食べるもの着るもの使う 全てのものを備えておいて人間にただで持ちなさい使用しなさいそしてそれによって生きるようにとしてくださいましたですから私たちは神様が作られたもの太陽のエネルギー土のエネルギー神様が作られた空気のエネルギー 水のエネルギーを必要に応じて人間が生きることができるように全てのものを備えられて生きるようにしてくださいました今私たちがこの場にいること息をしていることこれら全てが神様の恵みなんです人間が生きているところには守るべき法 まあ法則がありますですが法則を守らないようにさせる敵がいるので法則を守りなさい神様はエデンという園にアダムとエバを置かれました地球上で最も幸せなところエデンの園は4つの川が 流れています。ユープラテス川が流れています。我が国の首都ソウルの斑岩はソウルの母なる斑岩と言われています。斑岩がなかったらここソウルは都市となることができません。川があるので水を飲み水によって工場も動かしたり農業を 営むここととができます全てのことに水を利用します水は第二の命のようなものです。そのような川が流れています。二人が住んでいるエデンの園には、ヒデケル、キホン、ピソン、ユープラテスという川が流れています。どれほど豊かなところだったでしょうか。私はエジプトに行ったことがあります。 そこはまさに荒野のようなところでしたナイル川に沿って10時間以上列車に乗って行ったんですけれどもナイル川が流れる両側に青々とした穀物が育っていましたところが川の水が届かないところはその焼けつくような 蒸し暑さの中で草一本も生えていませんでした川の水が流れて湿っているところには豊かな生命がありましたそれでこのように豊かな生命があふれるところに彼らを置いてここで幸せに生きることを願われましたそして神様が命じて言われますあなたは その,のどの木からでも思いのまま食べてはよい。しかし善悪の知識の木からは取って食べてはならない。それを取って食べるその時あなたは必ず死ぬ。ところで徳は知った上で飲んでも知らずに飲んでも死にます。食べると必ず死ぬので食べてはいけないと教えてくれました。 神様が食べてはいけないと教えてくれたことは大いなる恵みでしょう。ですからここで見ると人間が何を食べれば生きるのか何を行えば生きるのか何をしてはならないし何をすれば生きるのかを 人間が知らなかったとということです神様だけが何を食べると生きることができるか何をすると生きられるか何を食べてはならないか何をしてはならないかを明らかにご存知のチェイジなるお方ですので神様の御言葉だけを聞いて生きるなら絶対に滅びません。これはすでにエデンの園を通して理解することができます。 ところで悪魔が蛇を利用します。蛇のことは考えただけでもちょっとします。ちょろちょろ舌を出すとおじけつきます。落ち着かないですね。 全世界で一番長いヘビが発見されましたその長さは43メートルだそうですそのヘビは体の長さと同じくらいの人間を飲み込んでも足りないほどです牛も人間も見えるものは全部食い尽くしてしまいます 捕捕食動物の中の捕食動動物物のの中ですライオン、トラなどは一度ヘビに巻きつけられると巻かれた瞬間、締めつけてくる力によって骨が砕かれ息の根が完全に止まります。それからヘビの舌をぬーと出して。 そのままヘビの口の中に入れられます。ヘビに一度捕まえられると逃げることができません。今まで生き残ったものを見たことがありません。しかもヘビの口に食べるものが一旦吐いていくと外に吐き出すことができません。次々とおなかの中に入っていくように作られました。 一度捕まるとおしまいなのですところでこのヘビが舌をちょろちょろと出しながらエヴァを誘いますおぞましく汚い姿ですがそれが見分けられません当時はこのようにヘビが歩き回っていた時でしたヘビは女に言いますあなた方に 園のどんな木からも食べてはならないと神は本当に言われたのですかそれを食べてはならない死ぬといけないからと神は言われたいつ死ぬといけないからと言われたのですか主は必ず死ぬと言われたのにいつも悪魔の声が聞こえるとしてはいけないと言われたことが確かしてはいけないと聞いたけどとあやふやになります。 それで私たちは悪魔が誘惑するときには神様ははっきりと食べてはいけないと言われたしてはいけないと言われたお前はなぜ私を誘惑するのい,いえ決して死にませんそれを食べると目が開け神のようになり善悪を知るようになりますふざけるな神様が食べると必ず死ぬと言われたサタン知りどけと言うべきですが そうなのかとよくその木の実を見るとまことに食べるのによく目に親し,しくいかにも好ましかったのです食べると髪のようになりそうでした人間として作られたこと与えられたことに満足し地球上のすべてのものが自分のものであり 金持ちでありながらも善悪を知る木から取って食べて神のようになろうとする欲望に燃えていましたでしょう。それで善悪を知る 木から取ってて食べるるととのようになれると信じししまいまいた私たちが異端に陥ることも最初には私は惑わされないよ私が騙されるわけがない私は牧師の説教をたくさん聞いたし働いたので私は騙されないと知識満々だった人がある日見ると新庄寺というところに行っているんですなぜそうなるのでしょうか 惑わされるとそうなのかそうなのかと思ってしまうからです。ですから私と皆さんは私の心を奪い盗んだり殺したり滅ぼしたりする悪魔の仕業策略はいつも私に何をあげるんだそうです。食べると得になります。常にうち買ったないといけないのです。 ところがエヴァはそれを知らずに善悪を知る木の実を取って食べました。女はいつも良いものがあると夫にあげたいです。不思議です。うつの家内も良いものはいつも私にくれました。それで良いものを自分の夫にもあげて食べることにしました。食べた瞬間にすべてが変わります。 あ私たちは裸である。恥ずかしい。二人でいるのに裸の音が恥ずかしく思ったでしょうね。見る人もいないのに恥ずかしい。そして恐れが襲ってきます。罪は恐れを生みます。一緒に言いましょう。罪は恐れを生みます罪を犯す。 前までは私がそれを食べたら神のようになれるこうしたらよいだろうと思っていざ罪を犯すとすぐに恐れに襲われます人たちは死ぬことをすごく恐れます死にたくないので目を見開いて抵抗しているうちに魂がスッと抜けてしまうと 抵抗した肉の姿そのままに固くなって死にます死にたくないからですどうしてですか人間は霊的な存在なので私は死んだら天国に行くことができず地獄に行くだろう死んだ後何が起こるのか恐ろしい怖いと思う時死ぬことが 恐ろしくなりますしかし私が死んだ後入る栄光の神の国そこには涙も痛みも苦しみも老苦も死も悩まさせる夫も悩まさせる妻も別れたいと思っている妻も全くない天国でお婿さんなる主に愛され永遠に黄金の道を歩きながら 季節ごとに私の魂が食べられる多くの聖なる命の木があって食べて飲んで生きられる永遠の天国があるなら早く行かなくちゃ死を恐れる必要がありませんところで善悪の知識の木の実を食べた瞬間怖くなり恐れます私は死ぬだろう私は死ぬ神である主はアダムに言われます あなたはどこにいるのか私は裸なので恐れて隠れました。あなたが裸であるのを誰が教えたのかあなたは食べてはならないと命じておいた日から食べたのか罪を確認します。食べてはならないと命じたのになぜ食べたのか それを食べると必ず死ぬから食べてはならないと言ったのになぜ食べたのかということです。ヘブライ語でアダムという名は霊的な存在を意味します。肉体が死ぬという言葉ではなく、 魂が死ぬことを意味します彼はエデンの園から追い出されました。神と共に暮らすことができなくなったからです。まさに罪人と気なる神が一緒に住むことができないからです。それから人間が罪の下で死ぬと罪の代価として地獄行き、その子供も罪によって生まれたので地獄行き、その子供も 罪によって生まれたのでで地獄行きですこのように私たちは罪かと罪とによって既に死んでいたものでした。しかし神の御子が人間の死を解決しようと十字架に かけられて血を流して死なれました。必ず死ぬという御言葉通りに私の代わりに、私たちの代わりに神の御子が死なれました。死ぬ瞬間に私が死ぬべき罪を神の御子が背負って死んだことを認めます。私は必ず死ぬべき罪人です。と悔い改める人には、在家と罪によって死んでいた私が生かされ始めるのです。 つまり永遠の地獄の刑罰の苦しみの中で死ななければならない私たちが救われたということです。これを認めますかこのように在家と罪とによって死んでいた私たちを生かしてくださいました。なんと素晴らしい祝福なんでしょうか。 人間がこの地に生きながら希望があるなら誰か話してみますかその希望があなたに何をもたらしましたか大統領になりたいと願っていますか大統領になることがおそらく 国で最高の成功をした人出生した人でしょうこの頃大統領を見ると不憫に思わざるをえないですなぜかというとするごとなすごとについてケチをつけていますそして全国民が大統領の心を悩ませています 私は、うちの教会のこれだけの人数に対して思い悩んでいるのも、昼も、夜も、涙みをかべて、我が主が、来られることだけ、待ちのんでいます。なぜでしょう生徒たちからの思い、わずらわされること、を避けたくて、そうするうちに、 主間違いまししたお許しください煩わさせる生徒を私に任せたことはその生徒が煩わさせることをやめてイエスを信じて天国に入られるように任されたけれども嫌になって投げ出そうと思ったことをお許しください村の長だけになってもその村の人たちのため悩まされることを考えてみますか 家でも子供よりも父親の方がもっと悩まされます。子供は父親の心を悩ませて、父親は悩まされますでしょう。このようなすべてのことがどうして起こるのでしょうか法を守らないからです。どんな法でしょうか 国の方ではなく神様が与えられた恵みの方、許しの方、愛の方、無制限の環境の方を守らなかったせいです。ところで私たちがこの地に行きながらなぜこの方を守らないですかこの方は私たちが言う時は倫理的、道徳的に 生きていく上でルールのようですが聖書はすべてしてはいけないしなさいとなっていますこの御言葉を守らなかった時に起こる状況はまるで食べてはならないと命じた善悪の知識の木の実を食べたアダムとエヴァのようになって罪に属するようになります私たちは木をしっかり持ってその御声に従順することを決心しなければなりません 一度考えてみてみくださ在家と罪罪と戸をそのままにおいてイエスの十字架の血のあがないを知らないで聞いていたとしても悔い改めないで信じないで仮に地獄にいたとしましょうそこでは火も消えることがありませんよう限りなく がが燃え上がるところですそこでは死にもしないで焼けることもなく永遠に耐えられない苦しみを受けなければならないのです。アダムとエヴァが犯した罪かと罪のゆえに私たちはその中で生まれたのでその血筋を引いた子孫なのです。神様はすべてを見ておられます。しかし実際に地獄に行くべき。 罪かと罪の子として生まれた本人はそれを知りません。ですから外に出て、イエスを信じましょう、罪のゆえに地獄に行ってはいけないです、天国に行きましょうと言うと、すぐに返ってくる言葉は、キリスト教はどうしてそうなのですかだったらあなたはどうなのと聞きたいです。 よく聞いてくださいキリスト教は世の人が見る時には倫理的道徳的に善と徳を行う宗教だと思っているのでちょっとの過ちを犯すと 道徳的に責任を取って厳しく批判されますその批判を見るとき神の国に行って受ける裁きと刑罰はどれほど厳しいのかについて一度よく考えてみてください世の人たちもイエスを信じる人たちの過ちは許せないこれは彼らがキリスト教を 全徳の宗教、倫理の宗教、道徳の宗教だと考えているからです。私たちは罪があるので集まって罪を悔やらためて罪が許されて救われようとするのです。どうしてですか在家と罪の故に死んで滅びる人間がなぜその滅びの至極の事情を知らないで罪の中を歩んで変わらず生きているんですか悪魔の働きは 全悪の知識の木の実を食べると目が明るくなって髪のようになって全学を知るようになるとエヴァーを騙したように今日も人間に名誉お金贅沢協楽快楽と他の人より優れた知識と機能を持って生きるのが素晴らしいことだと思わさせるのです。そこに自分の人生を 注ぎ込んで生きた後自分の肉体が終わる瞬間自分の魂は地獄に行って苦しみを受けるべきだという事実を全く知りませんこの事実を知らないまま死んで地獄に行き死んで地獄に行くのです地獄での泣きわめく声どう耐えるんですか そこで燃えもせず死にもせず永遠の炎の中にいるのにどう耐えられますか神様はこの事実を憐れんでくださいました罪人が互いのために死んだとしても無駄です。自分の罪の代官の罪代に 死ぬのだから罪のない神の御子を送って十字架につけて血を流して殺して必ず死ぬという死を常住し私を罪と死から救われましたこの事実を信じてイエスを信じなさいイエスを信じる人は再び悪魔に耳を傾けないでください神様の御言葉を聞き神に従って進みましょう切なく言っているけど自分の死について 現実的に実感していないんです。在かと罪のために死んで、自分の魂が地獄に行くという事実を実感していないので、ただの宗教的な生活のように教会に通っている人がいます。イエスを信じましょうと言っても、その偉大な贖いの恵みを裏切って信じません。その事実を理解していないからです。この世で最も無知な人は、 神の御言葉を聞くことができる耳を持っていない人です。私たちは、私を愛しておられる神の御声を聞くことができる耳を持たなければなりません。アダムに、善悪の知識の木からは取って食べてはならないと命じたことは、彼が死なないようにしようとされた神の誠の愛であり、神の心の奥底からの御声です。しかし人は、神の御言葉をやってはいけない以上、程度の方だと思っています。 神様の間と受け入れる時食べると死ぬから食べてはならないと教えてくれたので私は神様の愛を裏切ることができないと告白することができます。これは神様が私を愛してくださった恵みなんです。2番目は私がこの罪を犯して滅んではいけないからです。私は救われないといけない永遠に生きるべきです。認めるならアーメンと言いましょう。ですからイエスを信じることは。 永遠に生きるためです。数日間、生きるためですか何日間、生きるためですか永遠に生きるためです。しかし、悪魔はこの世の流れに従うようにさせます。世のしきたり、習わし、風俗。 この世の物質文明から起因するところには多くの罪悪があります。どれほどあるでしょうか。それで人たちはこう言います。それでもブランドの服を着なくちゃ品があるように。 着飾って私くらいおしゃれな格好をしたことがありますかというかのように私の目には全然綺麗に見えません,んどうしてこんな話をするかというとそれがですね6ヶ月も過ぎないいうちに新しい商品が発売されます皆さん私たちが車がなかったら歩くのがなぜ不便だと感じますか 車があるので歩いて行くのが不便なのです。それで無理に車を買います。そして車のガソリン代、税金を払わないといけないし、他の文化生活にかかる費用が必要になります。そのようにこの世の文明が引っ張って連れて行くままについて行ってみると、 信仰生活する時間も祈る時間も伝道する時間もなく神様の御言葉に従って生活する時間もなくなります。肉の要求を満足させるごとに心が傾いてしまい、かむしゃらに。 生きる中でいつの間にか人生が終わる死ぬ日が訪れます。この世の流れ、風俗にあなたの肉心と一回しかない人生が惑わされて命が終わった後地獄に入るとおい、ここはどこだ,だ地獄だよ、地獄。その時は取り返しがつかないし出てくることも新たにすることもできないのです。気をしっ しっかり持って私たちの最高の宝物はこの世で何ですかイエスをよく信じることですイエスをよく信じるということは教会だけ熱心に通うことではなく主が在家と罪との中に死んでいた私たちを イエスの地によって、あがわれた恵みに感謝しながら生きる生活なのです。神様が私にしてはならないと言ったことは、絶対にしないで、アダムのように惑わされないで、生きようと決心しなければなりません。魂の時のために、一緒に言いましょう。魂の時のために。あなたがまとっているこの肉体が終われば、すべてが終わりです。投資する価値がありますか よく着せました。よく食べさせました。そして優れた知識、素晴らしいアイデアも持っています。名誉も権力も持っているにもかかわらず、肉体が終わるその日、在家と罪によって死んだ私の魂はどこに向かっていくでしょうか。ですから、この世が私たちを何と誘惑しても、いくら誘惑しても、 私たちがやるべきことは、神様が私に与えてくださったイエスの地による贖いの恵みが私の中にあるか確かめてみて、私が神の御言葉の命令通りにしてはならないと命じたことをしたのかしてなかったのかを見極めて、神の御心にあっていつも清いものになっているのかをチェックしなければなりません。しかし心をしっかりしないから、 そういったチェックをする余裕もないし罪を犯しても罪を罪だと思ってません。まあそんなことでそんなに責めますか人にはそんなこともありうるんじゃないですかと恐れもなく言っている人がたくさんいます。 全額の知識の木からとって食べてはならないと言われたことだった一回食べたことのせいで神様がそこまで人を殺しますか神様が殺すのではなく食べると必ず死ぬと定めた神様の方が殺すということです。アーメンと言いましょう。ところが人たちは神様が殺すと錯覚しています。神様もご自分が定めた方を絶対に違反していません。 どうしてですか必ず死ぬしかない人間を生かす時もし創造主であり作り主である私が罪のないものとするというならば神様あなたは嘘つきではありませんかあなたの御言葉は変わらない真理であると言いながら死ぬべきである人間なら必ず死ぬべきではありませんか 罪の代価が死であるので、罪を犯した者は死ぬべきなのになぜあなたは罪がないと殺さないと言うんですかと言うんじゃないですかですから神様は在家と罪とによって死んでいた私たち人間の在家と罪、死の問題を解決しなければならなかったのです。必ず死ぬと命じられたので。 罪が全くない神の御子をこの世に送ってくださり、罪かと罪によって死んでいた私たち人間のために、世の流れに流されつつ、犯した罪を背負って、通じかにかけて、必ず死ぬという神の方を通りに御子を殺して、神の方を通りに私を生かすということです。認めるなら、ーメンと言いましょう。だから神は自分の息子さえも、 神の法通りに殺さないと人類を救うことができなかったのです。それゆえに私と皆さんは神の法に基づいて救われた人たちなのです。一緒に言いましょう。なぜならキリストイエスにある命の御霊の権利は罪と死の権利から 私を解放したからである私を解放したからである私たちは神の法則通りに救われた人たちだということを認めるならアーメンと言いましょうしかし悪魔はこの世のことを利用して法へたける獅子のように誰かを食い尽くそうと探し回っています誰を誘惑しますか悪魔は肉の欲望 要求求をを追いいめる人をしていますお腹がすいたら食べないといけないです。他の人が良い車に乗ると自分も乗らないといけない。人を憎んだり欲張ったり人を殺したり嘘をついたり策略を練ったり妬み、そねみ、恨み不平不満、ムカついたりこの肉親は罪を生産する工場のようです。 その罪の代価は自分の魂が背負って払わなければならないのです。ですから、悔い改めなさいという言葉は、あなたは相変わらず肉の欲から生産されるままに罪を犯している。肉親が願う通りに罪を犯している。イエスの流された血があなたをあがなってくださったんだから、悔い改めてイエスの血によって罪が許されなさいということです。神は続けて言われています。しかし、私たちが 肉の欲から生産される罪の下にあるなら神の国を受け継ぐことができませんそうなるとどうなりますか地獄に行くしかありません読んでみてください肉の行いは明白であって誰かれを問わず堅調です からででこの中級です不貧困、けれ、公職空上、礼拝、魔術、敵、争い、愛する姉妹たちよシュート姑を憎んでいる人、手を挙げてみますか、姑をうんじゃりするほど憎んでいる人。 そしたら、義理のお父さんを憎んでいる人、手を挙げてみますかそれでは、義理の弟が嫌いな人、また、小姑を憎んでいる人いますかいるのに手を挙げることができませんね。恥ずかしいからでしょうか自分が恥ずかしいと思うことは罪を犯したことを意味します。 それなのに、どうして自分の夫は愛しますか姑から生まれてきたのに、自分の夫は愛することができますかまた、自分の子供をは愛することができますか自分の夫から出てきたのに、姑は自分の夫を産んでくれたのになぜそんなに夫を憎んでいるのか理解できません。 しとめと嫁の中にはこんな葛藤がありますね。アルムちゃん、アルムちゃんは嫁に行ったらしとめを法廷でさばいてはいけないよ。よく親孝行しなさいね。<laughs> ところで、<laughs> こ日にち、しとめだからと言って、嫁を煩わせていいですかもちろん煩わせる。 しかし、姑が自分の父の母だとしたら、煩わしい人だと思いますか自分の父の娘だったら煩わしいと思いますかこれは 自分のの身内のものではないと思うからですシュートメはなぜ嫁を憎んでいるのですか聖書に男の油骨を取って女を作り上げたと言っているので嫁はよその家から来た女ではなく自分の息子の油骨から取られたものですということですですから自分の子供のように互いに愛すればいいんですけどどうして家庭に敵が多いでしょうかねそれで聖書は肉の行いは明白であって これがただ皆さんの環境状況の中で起こりうることだと思っているけど悪魔はこれらの罪を犯させて目的はあなたの魂を滅ぼすためです私たちの魂を滅ぼさせようとする悪魔の策略にアダムとエヴァのように同意しないで主よ私に愛する心を与えてください私のうちになぜ そのような心がないのか、関係を分析しないで愛する心がないからです。わけもなく互いに敵にします。そうする理由がないのに、シュートメが何か言われると、はいと答えたらいいんじゃないですかするなと言われたら、はいと答えればいいのになぜシュートメがいちいち干渉しますかお母さんだからですね、よその人だったらおせっかいはしません。シュートメの 目では嫁がまだ若いし未熟に見えます。年寄りの方が見るとき未熟なこと、目にかなわないことをするとき、そうしてはいけないといちいち言われると、もう私は姑と一緒に暮らせない。どうしてかま手てまで一緒に暮らさないといけないのと文句を言いながら姑と離れて暮らすことを単那にせがみます。自分がそんなに偉いと思われますかそれが罪であるとは思ってません。いつものことだからですね。 しかし次の聖書箇所に何と言ってますか争い、曽根み、憤り、怒り、踏破心、利己心これらすべては家庭で起こっていることです。分裂分裂 妬み、名手、遊興、そういった類のものです。前にもあらかじめ言ったように、私は今もあなた方にあらかじめ言っておきます。こんなことをしている者たちが神の国を相続することはありません。と記録されています。肉の行いは明白であって、肉親は日々罪を犯しています。それなので、もし肉に従って生きるなら、あなた方は死ぬのです。しかし、もし見たまによって体の行いを殺すなら、あなた方は生けるのです。と言っています。肉の思いによって、 によって罪が生産されないように聖霊に満たされてさがないといけないのに、肉しの人格によって人を責めたりしてはいけないし、罪ある人格を悪魔が利用し、罪を犯す。不義の道具器として使用されてはいけないのです。御霊なる神様が私のうちに望まれて、御霊の助けによって肉のよく肉の願うことを殺して、聖霊の人格によって私が生かされ、気を全うする人となるべきなのに、そして御霊なる神様が私の。 おられて財家と罪との中に死んでいた私の魂を守ってくださり天皇を御国まで導いてくださらないといけないのに相変わらず財家と罪を生産し続けています今皆さんに伝える話を慎重に聞いてくださいもう二度と罪が生産されてはいけないのです 誰も知らない家庭生活で起こる罪、私の心の中で犯した罪、顔をしかめたり、横目で睨んだりしながら犯した罪、妬み、そねみ、冒頭の罪、これらすべてが悪魔の作品であり、 肉の欲の本質なのに、これをどうやって解決されることができるでしょうか。イエス・キリストが私たちの罪と、トガのゆえに代わりに血を流して死なれて、聖霊様を送ってくださり、私のうちにとどまり、すべての霊的な敵から守ってくださるので、今や肉の欲によって現れるすべての不義を捨てて、御霊の願うことによって現れる愛、喜び、乳和、謙遜、とただ御御、御霊の身、御霊の知識、御霊の賜物によって生きなければならないということです。 そうしないで相変わらず罪家と罪との中に縛られているなら一体私の魂の将来はどうなるだろうかと考えた時にはっと気がつきますなぜ気がつくでしょうか。こうしていてい 主に会えなくなるとどうしようもしかして今日でも死んだ後天国に入れなければどうしようですから私たちは常に気をしっかり持って警戒しなければならないことが罪なのです第一のコリンド1に空上を崇拝するイスラエルの民についてこう言っています 読んでください。 あなた方は彼らの中のある人たちに倣って、空像崇拝者となってはいけません。聖書には、民が座っては飲み食いし、立ては踊ったと書いてあります。また、私たちは彼らのある人たちが、勧誘をしたのに倣って、勧誘をすることはないようにしましょう。彼らは勧誘のゆえに、一日に2万3000人に死にました。空手やこの中級に、肉の行いについて、不貧困、汚れ、公食、空情礼拝と言っています。 のゆえに、一日に二万三千人死にました。神様が。 する人たたちを殺しましまところでイエス様はこのように言われます。誰でも情欲を抱いて女を見る者はすでに心の中で勧誘を犯したのです。誰でも兄弟を憎む者は殺人したのです。そうなので嫁が姑を殺したり姑が嫁を殺したり姑と嫁の間に葛藤が起こったり子供が自分の親を殺し親が自分の子を殺す殺人の時代に直面したこと誰がこのようにさせます つまり世の流れの中で生活のうちに働く悪魔の仕業だということです。絶対に賜されないように主の皆で祝福し願います。第一のコリン中のです私たちはさらに彼らの中のある人たちが主を試みたのに習って主を試みることはないようにしましょう。彼らは蛇に滅ぼされました。また彼らの中のある人たちが渋やいたのに習って渋やいてはいけません。彼ららは滅ぼ滅ぼぼす者にされれましたこれらのこと が彼らに起こったのは戒めのためでありそれが書かれたのは世の終わりに望んでいる私たちへの教訓とするためですこのようにイスラエルの民が過去あらので戒められたことは今日の私たちにも教訓として空情を崇愛すると加認すると死を試みると神様を恨むとこのように戒められますですから私たちの中にそんな罪があるなら罪を犯しているなら速やかに悔やらためにより罪を 吐き出しなさいそれでこの地上で最も幸せな声は悔い改めなさいあなたが滅びる前に地獄に行く前に早く悔い改めなさい呪われる前に早く悔い改めなさいなのです。肉死の欲、肉死の願うことこのような肉の性質が罪を生産するのです。これらは神の国を相続することはできません。それなら 教会に来て育っている多くの人々が神の国を相続することができない罪をたくさん犯してここに来て育っているだけなら何の意味があるんでしょうか私たちはこの世の流れによって大きく変わりました家庭でも子どもたちが王様のようです 子供がやりたい放題でやらせます。それで、今月の大人や子供に会ってみると同じ子供のようです。 子供の意見に従っていくからでしょう大人の親の意見に従って進歩発展して導いていくべきなのに親が子どもの意見につられていくから家庭の教育やこの国の将来がどうなるんでしょうか考えてみてください私たちが気をしっかり持たなければいけないことは誰が何と言っても魂が滅びないで永遠なる神様神の意見に従えば主の御言葉だけに従えば主の勧め励まし だけに従えば、主だけに愛されると、この地上においても、天においても、永遠に幸せになります。ハレルヤ、愛する皆さん、私と皆さんが、この世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者として、今も風十順のコラの中に働いている、霊に従って歩んでいました。ところで、神の御言葉があまりにも多いからでしょうか。 私たちは神の御言葉が何をしなさいと言われたのか何をしてはいけないと言われたのか分別できないです私もある時は分別できないのでしばらく間祈ります神様これについて僕は判断できません聖書を開いて何回も読みながら問題が何かというと 神様の御言葉通りにしようとするけど、これはやるのが正しいのか、やらないのが正しいのか、相手のことが判断がつかない時があります。ひたすら祈りながら精霊の感動に導かれようとはあがきます。なぜそうするんですか神様の御言葉に逆らうことは、私ではなく私のうちにいる罪が逆らうのです。 罪を犯すことは空中の権威を持つ支配者である悪魔の仕業なので、私たちは罪を犯すことには絶対に同意はできません。皆さんが神様の御言葉をたくさん聞いていながらも、あんなことさえ罪だと扱うわけ と言っていいる人がいます教会に座っては私がそんな罪を犯しました。主をお許しください。しかし、教会を出て行きながら繰り返して同じ罪を犯します。なぜでしょうか罪による衝撃、恐ろしさを味わったことがないからです。私たちは罪の結果に対して恐れおののくべきです。この世で一番怖いことが罪なのです。気をしっかりしないといけないということです。けれど、罪を犯す時罪を犯すときには、 当たり前のように思います。先ほども言ったように、簡単に言うと、嫁が仕留めに悪口を言ったり。 口応えするとき、姑がいちいち干渉するからですと、同然のように自分の論理を集中します。一方、姑にとっては、嫁がまだ未熟だからと、同然のように自分の論理を言い張っているのでぶつかるしかないわけです。このように、同然で正当に論理的な理由で罪を犯させる目的は何でしょうかあなたの魂を借り取ろうとしているんです。私たちは絶対に論理的な理由で罪を合理化正当化しないで勝たなければ ならないのです。それでシト・パオロは、私は日々死んでいます。私にとって毎日が死の連続ですと言っています。ですから私たちも日々自分は消え去り、死ぬ時まで神の方だけに従って生きるべきです。神の方は人間が滅びないようにする間ということです。皆さん、憎んでいるシュートメがいますか一度愛してみてください。いつまでですかシュートメと像が映って、 シュートメが亡くなられると、黒い喪服を着て泣きます。あなた何で泣いているのですかシュートメが死んだことが嬉しくて泣いています。こうなるとダメじゃないですかものすごく嘆きながら、自分の体の一部を失ったかのように、シュートメがいるうちに教えてくれたことを思い出しながら生きなければならないのではないですか 悪魔の仕業は受け入れること、捨てることが何かを、これは食べるものなのか、食べてはいけないものなのか、見分けられないようにします。私たちは絶対に騙されてはいけません。アーメンしましょう。非常に重要なことです。 私の皆さんに切に願います。私の肉の願うごと、肉の思いによる在家と罪によって死んでいた私を生かされたイエスの血が私の思い、考えを打ち破って、神様の御言葉に逆らう原因を打ち破って、精霊様が私のうちに来られて、神様の御心が、神様が私をどうしてやりたいことが制限なく現れ、皆さん全員が天国で再会することを収納 皆で祝福いたします両手を高く上げて主よ罪とトガのゆえに死んでいた私をイエス様が十字架にかかって罪と死から救ってくださったのに私がまたイエスの十字架の血のあがないの恵みを裏切り捨てて無視し踏みにじってイエスの十字架の血の愛を受けたことが。 内科のように神様の御言葉に不従順しながら生きてきました。聖書は肉欲と肉の願うことに従って生きること、肉の思いは死であると言っています。肉の欲に従う人間は腐敗して救済不能な人だと言っています。気をしっかり持って肉に従って生きるならあなた方は死ぬのですと記されているので肉体を利用して罪を犯させ、アダムとエヴァを騙して全額の知識の木の実を食べさせたように今も悪魔の

온전하신 뜻이 우리 모두에게 충만하게 하옵소 손 번쩍 들어 시기 질투 탐심 세상의 구현명예 권세 육신이 원하는 풍성 쫓아다니다 내 영혼 허물거지 제가 허물 벗는 순간 내 영혼 지옥 가만안돼 정말로 나는 언제든지 피와 허물로 죽었던 나를 살리신 예수의 피에 공로감사요 이제는 다시는 아담과 허천은 하나님 말씀을 불중적으로 관을목듯이 불순종하여 세상 것을 모아 선악관을 버리고 불는신령한 말씀을 따라 거룩하게 내 영혼이 삶의 말질러. 생존이 보존되어야 된다는 사실을 이어버려서는안 된다 주님 주님 이제 속지 않게 도와주세요 내 영혼을 주님 지옥으로 끌고 가려고 몸버림을 치는 망해산한 귀신 역사 주님 또 죄악에 물들어 지옥으로 끌어가려고 몸버림을 치는 망해산한 귀신 역사 주님 말씀에 순종하여 이기게 하시고 성령님께 지배당하여 이기게 도와주시옵소서